先制君主、圧政者、王君は理由を必要としません。狼と子羊。子羊が群れからはぐれているのを見つけた狼は、子羊を乱暴に振る舞って捕らえるのではなく、しかし、何らかの口実を見つけようと決心したのです。その口実とは、子羊を食べる狼の権利を、子羊自身に正当化すべき、納得させるべきであるというものだったのでした。 狼はこのように子羊に話しかけました。若造よ。去年、お前、子羊は私、狼をひどく侮辱していたぞ。確かに。と、子羊は悲しげな口調を含んだ弱々しい哀れな声で言いました。私は、その時にはまだ生まれていませんでした。続けて、狼は言いました。お前、子羊は、私、狼の牧場で食べている。いいえ。 良きご主人様、言い返すのは子羊。私は牧草をまだ食べていません。再び狼は言いました。お前は、私の井戸で飲んでいる。いいえ、と子羊は叫びました。私は水を一度もまだ飲んでいません。なぜなら、今はまだ、私のお母さんのミルクが私の食べ物であり、飲み物だからです。このような経緯の上で、 狼は小羊をつかみ取り、そして小羊を食べ尽くして、このように言いました。とどのつまり、私は夕食抜きのままではいられないのだ。たとえ、お前が私の非難のどれもこれもを反証し得たにしてもな。圧生者は常に彼の先制政治の口実を見つけるものです。